の者たちは食わせた。メインキャストは生きている方が効率がいいんですけれど、エキストラは使い捨てても大して問題ありません。どうしてそんな顔をするのかな。人間なんて君にとってはどうでもいい存在でしょう。同類でもないし、餌にもならない。君が人間を餌にできないのは暗示だよ。僕じゃない、何者かによってかけられたね。それを使って今回の偽の記憶を作った。人は殺せない、だから人を守れ。誰の暗示、いや誰との契約なんだろうね。だから僕は約束したんだ、君が勝ったら人間を殺せるようにしてあげるってね。僕が勝ったら、やはり人の姿では勝てないか。ただよし。私の血で操られているだけだ。元に戻るんだ。ただよし。光の先を探し当てたか。